スラップハッピーは、ドイツ出身のアバンギャルドポップバンド。1970年代中期、ドイツ・イングランド・アメリカが主国恒星のクラウトロックグループとして活動した。解散後も短期間の集合離散を繰り返している。アメリカ生まれで、その後、イギリスに移住したピーター・ブレグバドが、ロンドンでアンソニーム・ムーアと出会い音楽活動を開始。二人は、その後、 西ドイツに移住し、インガランフラが、ハンブルクで結成したバンドに、中途参加し、ボーカルを務めていたダグマー・クラウゼと出会い、1972年に、アバン・ポップ・バンド、スラップ・ハッピーを結成した。同年、クラウトロックグループ、ファウストの協力を得て、ファーストアルバム、相当部を、ポリドールレコードより発表。しかし、このアルバムは、セールス的に成功せず、同じく、 ファウストをバックに録音されたセカンドアルバムはレコード会社によって発売中止となったとして1980年に発売された。1974年セッションミュージシャンの協力により録音し直したセカンドアルバムカサブランカムーンをバージンレコードより発表した。1975年イングランドのアバンギャルドグループヘンリー・カウが演奏だけではなく プロデュースにも参加した、サードアルバム、悲しみのヨーロッパを発表。さらに、同年発表のヘンリー・カウ名義のアルバム、傾向賛美には、逆にスラップ・ハッピーが全員で参加するも、その後、ピーター・ブレグバドとアンソニー・ムーアの脱退によりバンドは、自然消滅。ダグマーだけはしばらく、ヘンリー・カウと行動を共にした。その後、3度にわたって、短期間だけ活動し、 1998年には23年ぶりの新作アルバムを発表。2000年には初の来日公演を行った。2016年、16年ぶりに再集結し、活動を再開し、進行のあるバンド、ファウストとジョイントライブを実施。翌2017年には17年ぶりの来日公演を開催した。ありがとうございます。